まあ今のところのね、予想というかね、こう、クソバカメディアが出した予想ではですね、自民党、敗北。まあ少なくとも自民党がですね、改選前以上のですね、議席を取ることはあり得ないというですね、まあこういう結論になってるようです。なんとか頑張ってですね、なんとか頑張って、敗北。まあですから、現有戦力240何議席だったかな ?240 何議席から減ったけれども、 なんとかね、形だけはですね、整えられたっていうのが210なんですね。で、今一番言われているのがその間を取って200議席ぐらいになるだろう。まあ、それでもだいたい50議席ぐらいが減るわけですね。で、その減った分が立憲民主党に行くって言われてるんです。まあ、最後でどうなるかはわかりませんよ。最後でね、自民党が逆転する可能性もあるんですけれども、実は総科学会もね、結構こう、厳しいと言われてるんですね。 まあ、改選前が25だったっけ ?25 ですので、これだけね、その、総価学会に対する悪評が広まってる以上ですね、二重議席をこう割る可能性もあるというですね。で、さらに言うと、自民党の非公認ですね、裏金事件で非公認になった連中が、えー、実際に選挙に出たのが10名ぐらいで、で、そのうちの受かりそうなですね、当選しそうな人間が5人、もしくは6人と出ておりました。 えー、まあですからね、最悪の場合ですね、180議席、自民党がね、180で惨敗した場合、えー、公明党が会員それで20で200議席。で、えー、5人のね、自民党から非公認を受けたこの5人が、えー、そこに入ったとしても、まあ後で追加公認って形になるのかもしれませんけども、入ったとしても、230のですね、大台には乗らない、230議席というのが、えー、233議席というのが、 現在の衆議院の過半数ですのでね、乗らないんですね。で、そうすると、どうしてももう一つ組まなきゃいけない。もう一つ組まなきゃいけないとしたら、現実的に考えて、維新しかないんですね。で、維新が入ってくるということなんですよね。まあ、何が何でも彼らはね、権力捨てるような真似はしないでしょうからね。まあ、当然ね、えー、その形になった時に、一番最初に責任問われるのは、石場ですよね。魔人ー こいつが責任問われるわけですよ。選挙をね、固めもしない、準備もできていない間にいきなり始めてですね。ほんで、惨敗くらったってなったらですね、それあんた周り中からね、お前いい加減にしろよって言って声が出てくるわけですよね。どうなるかはね、ともかくとして、すぐに首切られることもないような気がするんですけれどもね。え、坪井へのつなぎだった。馬鹿言うなよっていうですね。 で、このマジンブーが、あの、ダメだったら次は坪ボ坪チカバコがですね、仮に総裁になったところでですね、自民党が変わるわけがないですからね。結局同じことの繰り返しですが、ね。で、今度はですね、裏金議員をどん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 こう、閣僚として登用するわけですよね。君たち黙ってる価値話なんですよ。その、そのですね、布石として、1、2の3坪党の神谷が、裏金問題を論点にすべきではないって言い出してるんですよ。分かったこれで。 なんで私がね、この神谷っていう男を徹底的に批判してるかっていうことがですね。繋がってるんですよ、全部。全部繋がってるからね、だから怒ってるんですよ。ええー、加減にせえやっていうですね。